皆さんはじめまして。どうも。福島県でお笑いの活動をやっておりますみちのくボンガーズというグループの、神道優と、品良和孝です。よろしくお願いいたします。まあ、もともとはその、ね、吉本興業という大きな会社の、ね、はいはいはい、お仕事で福島県に来まして、まあ、その後いろんなつてがあって、今はその吉本から独立して、我々9人で今福島県でお笑いをもう7年ぐらいやってますね。8年目になるんじゃないですか。ですね、はい、なので、まあね、震災前からずっと活動しておりまして、でその震災前からいろんな人、福島県の方々のおかげで我々お笑いがやってこれたので、まあ、今こういうふうに、ね、3月の11日東日本大震災があってから少しでも恩返しできないかということで、まあ、地元は、まあ、福島県じゃなく別々なんですけど、特に帰ることもなくずっと福島にいながら、皆さんの笑顔になれるようにと一応活動しております。今日はこうやって二本松のね、はいはい、避難している浪江の皆さんのところに来させていただきまして、まあ、いろいろやりましたけども、どうでしたでしょうか。でもやっぱ皆さん元気だよね。ああ確かに。多分福島県外の方って皆さん福島の人って今でも落ち込んでたりとかっていうふうに、まあ、中にはいるんでしょうけど、思ってるよりもねパワフルだし、そうそうそう、元気にね、今日も結構たくさん笑っていただいて、うん、ね、だから本当にやっぱり受ける印象としてやっぱ元気すごいな、人が進む前に進む力っていうのはすごいなと思うんですけども、やっぱりね、その辛いことだったり不自由なことだったりとまだいっぱいあると思うので、具体的に、ね、家に帰れないとかいう方もいらっしゃいますからね。そう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 、はい、なのでやっぱりね、表面上というか出てくるところは元気ですけども、やっぱり困っていることはまだまだ本当たくさんありますので、なんとかね、全国の方々忘れないでね、これからも福島県の復興に、まあ、ご尽力というかお力を貸していただければと思っております。まあ、我々みちのくボンガーズはお笑いでなんとか復興にね、力が、まあ、貸せないかということでいろいろ頑張っておりますので、うん、ぜひ皆様これからも福島への復興、支援のほどよろしくお願いいたします。そう、ボンガーズ民に福島来てください。はい、ぜひお待ちしております。はい。